今日は星の吹き流しの作り方をご紹介します。材料です。15センチの折り紙が2枚、 1.5 センチ ×15 センチの金色の折り紙が1枚、10センチと12センチの紐が1本ずつ、そしてネイルパーツのラインストーンを1つ使います。道具は糊とハサミとセロテープを使います。白い面を上にします。縦横で半分に折ります。開きます。裏返します。向きを変えます。縦横で半分に折ります。開きます。ここで折り目に合わせて四角に折りたたみます。左右の辺を真ん中に合わせて折ります。裏返します。同様に折っていきます。この線で上の部分を手前に折ります。後ろ側にも倒しておきます。開きます。今度はここを開いて鶴を作る時のような形にしていきます。折り線に合わせて折っていきます。そして真ん中で上側を下に下ろします。裏返します。開いて折り目に合わせて折っていきます。真ん中で折ります。
今作ったものをこのように持って引っ張ります。引っ張ってここの四角の線を折り筋をつけます。そしてこことこことこことここの4つの辺の真ん中の部分を真ん中に押すようにして中央部分をへこましてからこの 1,2,3,4 つの辺を中心にくっつけるようにして真ん中をへこませていきます。ついている折り筋に沿って折りたたんでいきます。畳むとこのような形になります。そして下の1枚めくって上に折ります。この線とこの線で折っていきます。裏返します。1枚めくって上に折ります。同じように斜めに折っていきます。右側を左側に倒します。そして上に折ります。斜めに折ります。裏返します。右側を左に倒します。下のところを上に折り上げます。左右を斜めに折ります。これもここから開きます。今度はこことこことこことここ真ん中に4つ切り込みを入れていきます。
今切ったところを斜めに折っていきます。表に返して粘土や糊で真ん中にストーンを貼るとを変えます。裏返します。左側は折り目をつけないようにして真ん中で半分に折ります。この白いところの手前まで折り目をつけてください。開きます。今度は今つけた線に合わせて上下を同じように左側には折り目をつけないようにして折ります。開きます。それぞれの折れ線の間をもう一度半分に折っていきます。開きます。裏返します。今つけたこの折れ筋の一つ一つのブロックのところを3等分して2本切り込みを入れていきます。この白いところの手前まで切り込みを入れてください。直接切るのが難しい人は印をつけて線を引いてから切るようにしてください。全部切れたらこの上に金色の折り紙を貼っていきます。そして上の部分を
丸く筒を作っていきます。このままですと少し太いので、だいたい3センチぐらい重ねるようにして糊付けをしていきます。右側に糊をつけます。左側に重ねます。そして丸く整えます。はい、これで吹き流しの完成です。10センチの紐を用意します。紐の両端にセロテープをつけます。そして吹き流しの内側に貼り付けます。ちょうど輪の反対側になるように、もう一本の端も貼るようにしてください。そして星のこの先の部分の裏側に紐を貼り付けます。12センチの長さの紐を用意します。これも2本このように輪を作って、この先にセロテープをつけます。そして星のところに貼ります。余分なテープはカットしてください。これで星の吹き流し完成です。ぜひ作ってみてください。